掘り下げて徹底的に研究します電磁科学研究所所長の山本です。所長これもうあの所長のコーナーですからね。もう本当今日はそうなるかもしれませんが、はい、よろしくお願いします。お願いします。こちらの方どうぞ。はい、私あの所長のコーナーに出させていただいてます研究員の志倉でございます。よろしくお願いします。よろしく。頑張ります。頑張ります。研究頑張れ。ひら研究員頑張ります。よろしく頼むよ。お願いします。そして今日は大事なこの方に客員研究員に来ていただいてます。客員研究員ね、隣にいます。どうぞ。はい、どうも、妖芸冒険家のマスクド UH と申します。UH、うん、さん、はい、来ました。どうも。あっちでカメラですね。あっちカメラです。このね、謎の存在感ね、はい、あのこれは、うん、大丈夫、危険の方が来てしまう。だいぶ危険でしょ。そうなんですか。どう見ても危ない人じゃないですか。まあそうですね、うん、危ないからね、やっぱマスクかぶってるんですよね。ですよね。マスクドですからね。はい、うん、いやもう初めてなんでよろしくお願いします。もう、はい、楽屋ではすごいいい人だったね。突然なんか怖い。いやいやいや、変わってない。使ってるんです。やばい怖いよ。いやでもまあ作品に合ってるような気がしますけども、まず、ね、今日の研究対象の方をお聞きしてもいいですか。はい、ですね、今日はですね、いよいよですね、いよいよリリースされたばかりの、うん、グランドセフトオート5、うん、PC 版についてですね、ぐーぐっと待ってました。掘り下げてやろうじゃないかというね。いやいやいや、待ってました。これはね、ゆうえちさんのこの学校も納得できるって感じですけれども、うん、なかなかこんな人いないですけどね。捕まっちゃいますからね。いやいや、捕まらないですよ。失礼なこと言わないでください。いや、まあでももうあれですよ、そのゲームは何年出たんでしたっけね、5は。5、そうですね、2013年ですから、だいたい18ヶ月ぐらい前ですかね、うん、はい、1年半前ね、はい、なので内容を知ってる方もご存知かもしれません、うん、いるかもしれませんけれども、やりましたよ、僕だって PS3 で散々やりました。やりました、まあ、一応説明していただいてもいいですか、うん、はい、そうですね、はい、まあ、グランドセフトオート5、2013年発売されましたけども、はい、まあ、分かりやすいところで言うとね、うん、ギネス入りしてます、売り上げ。お、出た、はい、ギネス売り上げがギネス売りとか言ってみたいわ、はい、450万本売れてます。出た、現時点で。ういう、はい、いくらや、それいくらや、まあ、分かりやすいあれだとね、人類何人だ、同じくらい売れたゲームが、はい、テトリス、おお、カジトノフ、すごい、はい、あとですね、ウィースポーツ、はい、そうなんですか、ウィースポーツ、まあ、ちょっとね、だから振り幅でかいですよね。でかい、テトリス、ウィースポーツ、GTA5 っていうね、うん、いや、それぐらい歴史に残るね。はい、そうなんですよ、シリーズごとね、はい、で今回の PC 版っていうのは、はい、そのまあ、さっきも言いましたけど18ヶ月前にね、はい、リリースされた、うん、最初の、まあ、PS3、Xbox 360で出た、はい、ところが18ヶ月経って、はい、もうこれもう最終バージョン、最終バージョン、もうこれ以上すごいのはないっていうぐらいなんで、まあ、早速何がどうすげえのかっていうのをね、もう口いいのなんだから、もうやりながら説明しようじゃないかってことでね、はい、じゃあちょっと、まあ、今日はね、ちょっとね、モニターとかもすごいですから、ちょっと視聴者の方には分かんないかもしれないですけどね、 4K っていいんですよね、 4K ですよ、はい、ASUS さんの 4K ですよ、はい、はい、じゃあASUS さんの 4K じゃない、ASUS さんの PC と 4K モニターですよ。はい、4K だと思ってて皆さんびっくりしてます。いや、皆さんが見えてるのは 4K じゃない、残念ながら皆さんは HD で今日は見てらっしゃいます、うん、私たちはこのモニターでちょっと 4K を、はい、ちょっとそのね、美しさをね、どんどんフォローしてください。全然違うものだ、はい、じゃあ早速いってみましょうか、はい、この美しさ言葉で説明してくださいね、所長今日。いや、あの 4K ってこれぶっちぎって変わんないんだろうと思ってたんですけど、どうですかこの具合、こっちだって普通のね、まあまあ見たことある感じはありますよね、これ、うん、はぁ、4、あ、すごい、うん、どこがすごい、所長、めっちゃ遠くまで見える。見えますね、もうこっからほらロスサントスのあのダウンタウンのビルが見えますからね、綺麗とかあんま言ったらもうみんな一般的なのかもしれないですけど、まあちょっとこっちです、あのほら黒い点が、いや、所長、こっちの黒い点がこっちじゃ羽ばたいてる鳥みたいな、鳥いますね、あ、羽ばたいた、こっちで、でもこっち遠くのも、なんか遠くのは点々に見えるんですけど、こっちちゃんと遠くのも鳥って分かりますかね、この光のまばゆい感じとかすごいですよね。 4K で対応したのはこの PC 版が初ですもんね。初です、初です、これがでかい、でかい、まあすごい感じになってますけ
パソコンはどういう感じになってるの？その使用的な感じは。使用的な、ね、感じだというと、はい、あの別に何もすごいあのランクの高いものじゃなくても遊べます。スペックは最低スペックちゃんと設定されてるんで、設定できるんですね、はい、上を見たらキリがないっていう世界ですね。はい、あだから私が持ってるパソコンとかでもできちゃうってことです。私、うん、ね、DVD であれですもんね、うん、そうですそうです、リリースは DVD7 枚組になってる、ね、はい、だからブルーレイなのかなと思ったら DVD なの。昔のパソコンゲームフロッピーじゃねえんだからっていうぐらいいっぱい D の食卓みたいですね。できます。あ、飛んだ飛んだ。早速ちょっとヘリコプター、この下の風景見てやってください。これおー美しいですね。こんなに違いますね。ヘリのテカリも違いますからね。確かに。これなんでこう並べて欲しかった、なんかあるけど、あのね、光沢感が違うよね、うん、やっぱりね違う、うん、わ、光の感じほんと全然違う、うん、うん、わ、これ伝わらないの。いやでもね、こっちはこっちで綺麗だけどね。あ、こんなどうですかこれ、ね、ちなみにですね、はい、あの皆さん大好きな GTA オンラインも、はいはい、あのもちろん PC 版でもプレイできるんですが、はい、なんとコンソール版からのキャラクターデータオンラインの、はい、データ引き継ぎ、はい、引き継ぎできます。おー、PC 版でもできます。大事大事。しかも PC 版はコンソール版だとね、はい、あの日本版だったら日本のサーバーしか入れなかったんですけど、はい、PC 版はもう最初から全世界共通。やばい、何それ。もう怖いですよ。悪いやついっぱいいるよこれ。怖いですよ世界の。だってそれ、まあ俺らの間では修羅の国って言われてたんですけど、ね、だってもうすれ違いざまパパーみたいだったのが、うん、もっとすごくなるってことですよ。だからね、今なんかちょっと僕も調子乗ってミサイル撃っちゃったりしてますけどね。ディスプレイヤーって言ってももうあの通用しないかもしれない世界、楽しいな。そんなに嬉しいですか。いやだってミサイル撃ってますけど、やっぱ撃ちたいですね、ハザード乗ったらね。とりあえず撃ってみたいですよね、とりあえず撃ってで、まあ、パンパン。で、日本何でもできちゃうんだもん。打ち尽くしたところで飛ぶ。私本当このパラシュートがすごく苦手で。あ、苦手なんですか。苦手なんです。僕割とね、あ、うまくやってますよ。この見てください、このスモークトレイル、シューって出ますよ、これ綺麗に。パラシュートレースは私いつも時間オーバーでゴールできないです。何かあれですね、着地に問題があるのかもしれませんね。取れないってなって、うん、あのね、でもね、着地しようとする場所をね、決められると難しい。飛行機が飛んでる、上、あ、上、難しい、上飛んでたね。ここに降りろって言われると難しいんだよ。そうなんですね。意外と危ない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 、危ない、大丈夫大丈夫と。さすがです。シュッていうブレーキがね、すごい、もう本当着地の時のね、慣れてますね。私あのままバーンってぶつかっちゃうんで地面。まあ慌てないことですよ。GTA プレイする一番のコツっていうのはね、あ、もうだからテクスチャが書き換わってるぐらいじゃなくて、もう情報量の増え方が半端ない、ね、そうですね、まあ、全体的にライティングは完全に見直されてますね、あの PC 版に向けて。もう PC 版の前では PS4 版 X1 版ですら叩き台みたいな、マジで、プレステ4の段階で言っちゃったそれ。びっくりしたんですけどね、うん、もっとすごいですから。じゃあ早速ちょっとキャラクター切り替えてみましょうか。いい名物キャラクタースイッチ。そうですね、はい、いや PS4 版だってすごかったよ。そうですよ、本当に人がめっちゃ増えてて、今は砂漠の方にいたので人あんまりその増えた感なかったですけど、うん、そうですね、ちょっと、ま、都会に、都会に行きましょう。都会に広げてのぐらいやもって、いきなり夫婦喧嘩してますね。ここはいつも揉めてんだ、揉めてると思ったら家庭不和なんですよね。ほっとくとヨガとかやってるじゃん。ファビアン、ファビアン、あのクソ野郎ね、できてますからね。なんだってって、まあ、マイケルはちょうど自宅からスタートしたんで、自宅をいろいろね、自宅がどんぐらい綺麗になってるかっていうのをね、お手伝いさんもいますけど、とりあえずね、まあでも綺麗ですよ、もうすでに雑誌とか見て、酒でも飲みますか。見てください、このラベル、ウイスキーのラベル、アルコール度数まで見えるっていうね。っていうかね、ガラスがツルツルなんだよね。ツルツルなんですよ。もう一杯飲んじゃいますか。もう一杯。もう一杯飲んじゃう。もう一杯、もう一杯。飲みすぎるとこれ結構ね、大変なことになりますから。ワンってなりますからね。おー、ちょっとグラってきましたね。グラってきましたね。もうやめときましょう。やめときましょう。生放送中だから。確かに。お仕事中ですか。じゃあちょっとね、カウチでくつろいじゃったりしますかね。後ろの写真とかもめっちゃ見えますね。もうね。何の本が置いてあるかとかね。あるんです、すごい。なるほどね。あ、
あ、テレビ。テレビ見ましょう。この番組知ってますか？初めて見た。初めて見ました。いや、今回の PC 版はですね、はい、もう一つ特筆すべきところとして、はい、ローカライズ 100% 達成なんです。どういうことですか？ということは、はい、ということはですね、実はですね、まあ今日まで僕も黙ってたんですけども、コンソール版と PC 版っていうのはやっぱりレーティングのレベルが違うんですよ。まあ、ありますね。はい、いろんなね、で、コンソール版はやっぱりかなり制限がありまして、で、まあゲームのなるべくね、本編は触らない、カットしないようにしてたんですけど、まあこういうテレビ番組とか、はい、あと映画館の映画とかはね、50の塔が大変なことになってる。これはね、プリンセスロボットバブルガムっていう、日本の美少女アニメをパロディにした作品なんですけど、なるほど、はい、はい、日本ってこういうイメージじゃない、ね、そう、でもこれカットされちゃったんです。うん、これ入ってなかったんですね。いや、だから初めて見るわけですよね。そういうことです、そういうことです。なるほど、はい、で確かに大きい刀持ってます、ね、思いっきりパロディなんですけどね、うん、父でかすぎだろみたいな感じでね、はい、そうです。でしかもこの番組までちゃんと字幕がついてるわけです。お、はい、あ、本当いいですよね、はい、フル字幕で見れるわけですよ。並んでましたよ、はい。ちなみにテレビなんですけど、はい、裏技としてはですね、カウチだけではなく、接近してみることができますね。お、はい、こういう感じで、はい、もう鑑賞モードだ。完全にテレビ番組見たい人はね、これで見た方がいいっていうね、はい、これって字幕なかったですよね。前なかったですよ、はい、今回ついてんですよ。なんか、だから今まで何が流れてるか雰囲気でしか、雰囲気ものだったからね、はいはいはい、でもいっぱいあんだ、いっぱいあるんです。これもう一個はこのね、変わった、某ヘイローってゲームのパロディみたいな感じになる。もうこれもまたね、まあ、下品でいい面白いアニメなんですけどもね、はい、これはね日本版でも入ったんじゃないかな、確かに。いきなりですね。笑っとけば大丈夫です。ほんとひどいですね。すごい、そう、こういうのも楽しめちゃうというですね、まあ、GTA の一つの魅力でもありますよね、これがね、あとまあちょっと今何時だ、今あ、ちょうど7時ぐらい、いい感じなんでね、ちょっと軽く街流してみます。あ、流しましょう、流しましょう、もういや、この生まれ変わったね、このピーチマンのパトロール行っちゃうしかないでしょ。パトロール、ちょっと暗くなってる。あ、ちょっとスポーツカーとか撮っちゃいましょう。いや、自分の車あるから大丈夫です。自分の車あるから大丈夫です。 4K 映像をダウンコンバートしてニコ生流してる。え、どういうことですか？だからちょっとは綺麗、通常の番組よりも綺麗スタイルで撮ってきてる。なるほど。だから皆さんすごい分かる。そこそこ綺麗さ伝わってると思うんですね、はい、ちなみにですね、違うけど、PC 版、はい、なんとラジオ局がまた増えてる。はい、だって増えたんじゃないですか、はい、このザ・ラブっていうチャンネルがまた加わりました。これが新しいヒップホップチャンネルですね。ラジオいいんですよね。どこの曲が好きですか？私バラード系が流れてるのどこだったか。バラード系だと、あ、ロックかな。どこですか？しっとり系。あれですかね、ブラックミュージックとか。あ、しくやさんはどこのチャンネル？僕ね、すぐ切っちゃうんですよ。そうなの？セリフを持って聞かせろっていう。確かに困ってね、字幕を見ながらね、やらなきゃいけないことをじっくり読む。普段のドライブでは聞かないんですか？普段のドライブが適当に流してる。あ、適当、ノリのいいチャンネルで。あとはね、車かさばった瞬間に流れてるラジオそのまま聞いてます。はぁ、お前こんなの聞いてたのかっていうのはあるんですよね。でもトークでつなげてる番組とかもありますよね。あるあるある。お、なんかいますね。このテールランプのさ、光ってる感じとかさ、すごいですよ、この反射。ほら、看板が反射してるんですよ。半端ね、超めっちゃ綺麗これ。あ、こっちでも綺麗だわ。向こうの方でも綺麗だわ。お、いや、だってほら、道にも反射してる。ゾンビ？え、どうした？ゾンビもいる。最初はどうだいって悪いに決まってる。で、これでですね、こういうキャラクターに会うと、ちょっと今こう表示が出てますけど、実はこの PC 版に加わっているこうエディットモード、はい、ロックスターエディーターっていうモード、あとでちょっと詳しく解説するんですけども、そこで使用できるキャラクターがどんどん増えてきてるんですね。これちょっと覚えておいてください。いろんなキャラクターにあった方がいいです。めっちゃ怖い。まあコスプレなんでね、彼ね、コスプレなんで。
うん、あの一緒に写真撮らせて金稼いでる類ですね。ここはあの有名な通りだよね。そうこれはもう、はい、有名人、いわゆるハリウッドブルーバードってやつですね。はい、チャイニーズシアターだっけとか行くとね、チャイニーズシアターもありますからね、ここ ね名前ちょっと変えてありますけど、はい、ほら行くと勝手に写真撮られて金くれって言われちゃいました。ここですね。ありました、ありました。本当だからね、あのその舞台になってるところに遊びに行けないです。あった、なんだこれ、さっきのアニメのコスプレがいますね。はい、はい、こんな、まあ、実際ここでは映画も見れるし、映画も、まあ、さっきもちょっと触れましたけども、はいはい、あのカットされた、うん、あのコンソール版でカットされた映画が全部やっぱりさっきと同じように字幕付きで見れますんで、初めて知ったんですよ、はい、フル版ですよ、はい、すごい、もう本当。じゃあちょっと最後の問題児、はい、トレバー先生に一番問題児大好き、うん、そんな好きですか。大好きだよ。だって切り替えた瞬間にラリってる時あるからね切り替えた瞬間に、切り替えた瞬間、これ警官に追われてますからねいきなり予定外の行動ですからね、うん、何やってたんだと。もうね、だって切り替わった瞬間女性の下着とか着てた時もあるもんね。あんだけ稼がせてやったのにお前何やってんのって時あるじゃん。山の中にポツンといたりさ、あ、そうですか、どうしたよ、ペンにいたりとかしますよね。そうそうそう、うん、いやお前もう金持ってるはずでしょって。いきなり欲しいのことだ。いきなりね、もうめんどくさ。あトレバーの車ちょっと遅いんですよね。あ、よく知ってますね、もうね、ベタ踏みでもなかなか逃げ切れるのが難しいんだよね。逃げるしか、夜のこの感じすごいですよね。もうね、道じゃないところ行くのが一番早いですね。この辺まで来れば大丈夫じゃないですかね、多分ね。ほら、巻いた巻いた。おお、すごい。星がほら、おお、どこまで見えてるとこまでがオンメモリなのって。星の量が全然違う。おお、すごいです。そして下ではね、うん、もうおまわりが俺のことすっごい探してますね。もう、あ、切れましたね。あ、危なかった。あ、バイウッド、バイウッド、バイウッドサインね、ありますね。あれも見えますね。まだ初めにあれに会いに行きました。あ、あれ近くまで。実際はハリウッドなんだけどね、ここではね。いいですよ。うわ、なんかやってたはずなのに、なんか新しいですね、綺麗で。いや、店のね、看板とかやっぱ綺麗だね。今まで見に入ってこなかったことがすごい。文字なんか読みたくなる、ね。読みたくなりますね。ちょっとお店とかこんな綺麗だったかなって。うね、このガラスのね、透けてる景色とか全然違う。うん、観光するだけでも楽しい。その通りですよ。ああ、いや、もう元からそうだからね。いや、元から確かに。元からそうだったのに、よりね。より、なんかこう、お店の中に入って。ああ、なんか嫌な予感する。ああ、ちょっとちょっと。危ない危ない危ない。ああ、なるほど、なるほど。脅してね。出せ、こら。出せ。はよ、出せ、こら。なかなかの射撃テクニックはなかなかのもんだ。すごい、こんな、おう、Please, I don't have any more. いいの、挨拶してこ、あー、やばい、またまた星にだよ。さっき追われたのにまたやっちゃいましたね。またやっちゃいましたね。いや、でもさすがトレバーですよ。うん、これね、もうね、俺たちに明日はない。やっと待ってよ。いや、だからこの辺だから車の量こんなもんですけど、多いとこ行ったらだからものすごいってことですよね。高速とか乗ってると、たまにすげえ渋滞してるとこ行ってるとこありますよね。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、ヘリ出ちゃいました。ヘリ出ちゃった。ちょっとなんか駐車場変えましょう。これはね、やばいね、やばいね、やばい、やばい、撃たれてますよ、うん、問題ないね。いや、これ、あ、だいぶ海画面でやったら嬉しい。いや、いや、大丈夫っすよ。これ捕まんないですよ。これは本当に一番ね、買い直したいぐらいです。この裏路地まで作り込まれて本当すごいな。うん、これだって、
いやだからどういうチーム編成で作ったのね、こんなもんが作れんのっていう世界だよ、本当に。家一軒建てるのが大変だからね、モデリングしてくるじゃん。これまた実際のね、ロサンゼルスがね、うまい具合にこうね、あ、消えた。それっぽいんですよ。それっぽくうまい具合にね、デフォルメしてね、うまく舞台に入れてあるんですよね。はい。いやいやいや、このゲームはまず運転からですよ。でも車と車の間なんてすり抜けられないの。すり抜けます。ガンガンって。それもわざとやる。あんまり気にしないタイプ。いわゆる女のドライバーってやつですね。あれ、そうなのか。優しくしちゃうな。あー、これ早いですよね。早いやつ、うん、あれ乗り換えちゃう、ね、あれ乗り換えたかった。あの車好きですか。高い車乗ってる人って逃げが早いですよね。いや、そっちは高い車エンジンはいいからね、やっぱりね。なんか向かおうと思っても逆にやられちゃうんですよ。あー、気の強いみたいな、なんかそういうプレイヤーの人も CPU ですよね。それぞれの生徒にまた増えてる。僕ね、PS4 版でね、ビーチに行ってね、アレックずっとからかって遊んでました、ね、ひどいことしますね。もうそれだけでずっと楽しいんだもんだって。もう、なんかね、彼氏を 水の海の方まで殴って連れて行ってね、ずっとそれだけやってる。すごい。私、ビーチ行った時に猫にびっくりして、猫を出てきたら、ちょっと、ぶったりしちゃいました。ちなみにですね、はい、あ、ここ、これ知ってますよ、霊柩車が止まってるの。ここの葬儀屋で、はい、やってました、オンラインで、あのごっこしてましたよ。はい。霊柩車ここでよく止まってるんで覚えておいてください。じゃあちょっと最後にですね、あのロックスターエディーターの方もあの紹介したいなと思うんですけども、何ですかね、エディーター。はい、最初にちょっとあのフランクリでヘリ飛んでたじゃないですか。ちょっとあそこのシーンまであの覚え出してほしいんですけど、まあ、今実際作り出すとねちょっと時間かかっちゃうんで、はい、先にちょっとさっきのシーンで作っといたのがあるので、それをちょっと見ていただきたいな、はいはいはい、これがロックスターエディーターの画面です、はい、これはあのオンラインオフラインでも関係なく、うん、1分間好きなシーンを録画して、うん、編集して音楽も全部つけて自分だけのプロモーションビデオが作れる機能なんですね。はい、さっきの映像でそのプレイだけでも映画みたいだったのにより映画っぽく編集できちゃうってことですか。いや、センス次第じゃないの。でもセンス必要なんじゃない。もうだからね、しゃぶり尽くして、いや僕じゃないですけどさ、これ作ったのは、なるほど、僕はちょっと時間なくてね、いじれなかった、はい、ちょっと見てください、はい、これまずカメラアングル、これも自由に切り替えられます。もう切り替えられる、もう自分の任意で動かしても固定もあるし、はい、音楽もつけれます。ちょっとエフェクトかかってる、はい、画面にエフェクトもかけれます、はい、こういうアングルも変えられます、はい、遠くからとかまたもっとカメラ寄ったりとかも全部自由にできます、はい、なんかじゃあ監督さんに乗れるみたいな。そうですね、完全にこの世界を掌握する、うん、もうね、もう言うなればもうスピルバーグのような神視点ですね、はい、こういうアングルまで行くんですよ。わあ、出た、かっこいい。でまたアングル変えて、またちょっとエフェクトも変えて。あ、こいつを狙ってるぞ的なアングルにしてるわけ。そうですね。なんとかこの汽車の上にね、乗り程度と今狙ってるぞ。本当だ。言ってましたけど、狙ったところに降りるの。いや、難しい、それは。すごい大変です、意外と。慣れですね。慣れですね、うん。まあ、これはまあ。でも、これを乗れたらすごいですよ。いや、それはすごい。だって走ってますから、ね、相手、うん。はい。いや、でも、どうだろうね。まあ、見せてくれるぐらいだから。相当な見せプレイ。お、スペルが来た？あれ？いけんじゃない、いけんじゃない、おーい、そしてヘリが落ちる、乗りして、乗りして、うん、こっちもちゃんと追ってましたね、カメラでね、はい、で、こういうね、あのテロップ見るよ、あ、前に忘れちゃった、雑なテロップだったな、今、はい、めちゃめちゃかっこよかったのに、
はい、でもプレイしてて結構録画したいシーンとかありましたから、うん、はい、すごいいいですね。そうだね、特にオンラインでやってるとね、わちゃわちゃ集まった時にバカなことやってるの録画したい。結構みんな集まるといろんなことしますからね。しますします、はい、いやー可能性が広がって嬉しいですけど、ね、あもうお時間、はい、お時間でございます。全部入りってことですよね、だから ね、もうね今たったのね、うん、あの20分30分で説明できるようなゲームじゃないんですよ。そうなんだよな、はい、本当に。でちょっと告知でですね、はい、まあ、今日ちょっとこの 4K の画面で使った、はい、今日 の、はい、あの特別なセッティング の、はい、あの PC、はいはい、これをですね、はい、エイスさんがですね、はい、あの提供してくれて、ちょっと今画面出てると思うんですけど、はい、これでなんか大変なもう金額のものになるんですけど、はい、実施中何ですかね、何回クイズ、なんかすごい社長のひいおばあさんの名前は何だとかじゃないんですか。わお、いや違う違う、パソコンに関する話だったいやもうこれはパソコンマニアの皆さんたちぜひね答えてほしいですね。はい、山本さんもなんか組み立ててたことあるんですか。はい、私授業でパソコン組み立てて、うん、はい、授業で組あの自分でちゃんとそのグラボだったりそのマザーボードを買い付けに行って、うんうん、秋葉原に買い付け、買い付けって何山本さん、あの業者かよ。秋葉原に行って買って、普通にオレコンとかで買ってるんでしょ。いや違う違う、だから組み立てたりとかする授業やってまして、それだけにスペックで安いものを作れるかみたいな授業やってましたよ。あすごいですね。最近ねビデオカード自体がちょっとルックスかっこよかったりするんですよ。かっこいいだな、うん、ファンのなんか内側が赤かったり、うーんってなるのすごい。だから今もここありましてすごいかっこいいですもんね、あと一つ、はい、はいはい、あと一つ、うん、実はプレゼントあります。ロックスターゲームさんより、はい、おちょっとこちらの方ちょっと最後にね撤収、僕撤収前に紹介させてほしいなと思います。はい、すいません。はい、まずロックスターゲームさんからはですね、はい、僕も今日着てるこのラブフィストの T シャツ、ラブフィストご存知ですか。何ですか。これあの、まあ、GT5 だと、はい、あのトレバーが好きなヘビーメタルバンドということなんですけども、実はね GTA シリーズでは結構こう根深い存在で、あの懐かしいあのバイスシティも出てきます。バイスシティでひどい目に遭うバンドですねこれね。はい、でバックプリントもちゃんとあってて、うん、こうラブフィストのツアー日程なんだけど、うん、全部キャンセルになってるっていう。これはなぜかっていうと、これバイスシティやったら分かります。すごい、これはすごい、はい、プラス、こちらあのゲームに登場する SNS を作っているライフベンダーって会社ですね、はい、このマウスパッド、さらに冷蔵庫につけるマグネット、このキーフロムが入ってるのがポイントなんですけども、はい、こちらのセット、この3点セットを5名様で、5名様、ありがとうございます、はい、ありがとうロックスター、ロックスターさんありがとうございます、はい、そして今日はですよ、大迫力でお届けしました 4K の映像を見せてくれましたよ、PC メーカー、はい、ASUS さんからもプレゼントいただいちゃってまして、これね、本番前にスタッフさんがまた、くれよくれよって、この PC?これじゃないですよ、これを持ってきてくださった ASUS さんから、まずマグカップ、かっこいいね、あの PC、 ちょっとしくらくん、マグカップ、マグカップ、はい、マグカップと中が透明の緑のマグカップと、そして今私が着てますね、ポロシャツ、ポロシャツ、はい、ポロシャツ、こちらとネックストラップ、はい、はい、はい、ネックストラップ、ほいほい、そしてもう一つ工具セット、これめちゃめちゃいいですよ、これ、ね、これぜひ、これはいい、これ欲しいところ、これ売ってるものですよね、これ売ってるんですか、売ってないんです、売ってないの、売ってないですって、ね、売ってくれよ、欲しい、こちらをセットで5名様にプレゼントさせていただきますので、ロックスターさんとASUSさんありがとうございます、ありがとうございます。応募方法は番組の最後でお届けしますので、それでは、ゆういちさん今日はいかがでしたでしょうか。番組見てる皆さんにメッセージしたのをお願いしてもよろしいでしょうか。まあいろいろあるんですけども、はい、まあ、とにかく、まあ、僕は今日はこうPC 版をね、 GT5 の PC 版をあのプレゼンしてほしいって匿名を帯びてきたんで、あのもうプレイして今までもうしゃぶり尽くした 100% 出したっていう人もいれば、もうこれから遊ぶって人もいるでしょう、まさにもうどちらに向けてもパーフェクトな体験ができるのがこの PC 版 GT5 であるということを締めの言葉に返させていただきますよ、はい、
ナマステ山本さん。ナマステシクラさん。ナマステ。ぜひ皆さん、ナマステプレイしてください。というわけで、電人科学研究所、今回は PC 版グランドセフトウォート5をお届けしました。ゆいさん、ありがとうございました。ナマステ。